いやー、今日も蚊に食われてね、あんま眠れなかったな。なんなの本当に。しかも寒いぞ。お、朝焼けだ。朝焼けは雨って言いますからね。はい、ベルリンで通用するかどうかは分かりませんが。上層下層の雲ありですね。積雲、層積雲、高積雲一部、巻積雲、巻雲などがあります。小鳥ピヨピヨ、ハト、バタバタっていう感じです。はい、寒いですね。あ、まだあそこに昨日の蛾がいました。はい、あそこ休んでますね。ちょっと起こして、あ、起こしてあげようか。起こしてあげよう。おはよう。あれ？この子は、オホーツク与党ですね。オホーツク与党さん、おはよう。北の地域に多いですよ、この蛾は。与党蛾はね、よく害虫として、あれです、有名ですけど、僕にとっては害虫じゃありません。あ、やっぱり朝は結構あれだね。寝ぼけてるね。はい、大月お父さん。業務よろしくです。はい、ちょっと待ってくださいね。お、元気だ。元気だ。起きた。起きましたね。飛んでいくのかな、ここに。寒いね。飛んでいきましょうね。バイバイ。ダメだ。飛べないのかな？なんでだ？葉っぱとか大丈夫か。よし、捕まえた。捕まえたんで、葉っぱのあるところに逃がしてあげたいと思います。寒いな。こっちで行くか。さよなら。こっちだ。ここでいっか。じゃあ、花の蜜吸ってくださいね。ジャスミンあるんで。バイバイ。さあ、9時2分ですね。今の印象はね、暖かい、日差し、太陽をポッポカーッと当たるとね、こうやってやるとね、暖かいなって思います。はい。ただ、影に入ると、こうやって影に入ると、やっぱちょっとひんやりするなっていう感じです。ただ、まあそんなには寒くないかなって思いますね。朝焼けは雨ってさっき言ったんですが、まあさっきそんな焼けてなかったですからね。まあそんなには、でもちょっと雲は積雲だったり多いんじゃないかなと思います。積雲が、やっぱり朝焼けは雨っていう言葉はあるけど、やっぱ反対方向雲が多くて積雲が多いなって思います。積雲、層積雲かな。積雲、層積雲は主体となっていますかね。はい。風は静かです。気温が上がってきていますよ。はい。あのトネリコの木も静かですね。西オオトネリコ。最近ハマってます。あ、ユーラシア。ユーラシア、オホーツク与党、いなくな、あ、隠れてる。ほら見て。隠れたね、やっぱりね。昼はこういうと隠れてるのかね。邪魔すんな、目はね。はい。夜、ジャスミンの花、吸ってください。やはり、雲が増えてきた感じですね。朝焼けは雨が当たるかな？あ、ちなみにこれ濡れてるのは、さっき芝生に水をあげたからですよ。さあ、積雲系の雲が増えてきていると思います。あ、でも向こう見てください。結構厚い雲がありますね。あの雲が勝った場合はちょっと降る可能性はあると思いますよ、十分に。はい。あ、ちょっと出かけてこようかなと思ったんですけども、雨降りそうな気がしますね。
はい、ちょっとドンマイな感じです。久しぶりに、あ、音楽やってる。こういう小道は。タピオカがあるんだね。石油もくもくしてきましたね。そう、もくもくだね。すごい。線状降水帯をもたらす積雲が連なってます。ほら、まあ大したことじゃないと思うけど。なんだか怪しい雲が出てきてしまった。いや、完全に今日僕バグってんな。歌うことなんてまずないんだね。どうした今日？今日どうした？まあいいや、積雲がボコボコしてます。今日ほんとね、おかしい。やめよう。ちょっと落ち着こう、一回。雄大積雲が、このように、広がっています。はい。あ、でも向こうの方なんか雨降りそうですね。はい。やってしまった。まあいいや。13時半。降り始めてきました。はい、13チャン降り始めて、14時30、雨が降ってます。14時35分、さっきもっと強かったですね。はい。さあ、今日も疲れましたけど、あ、天気良くなってますね。おいしょ、おいしょ。石油とか気づいたら全部なくなってました。ねえ。飛行機。あれ、どういった？ほら、見て。え、何あれ？紙飛行機みたいなんか 待って、何やねん。本当に飛行機雲が一切ないぞ。しかもなんかお尻のところなんか穴開いてるみたいだな。やばい、なんか今日バグってますね、いろいろと。なんか、はい、という感じで向こうの方にね、接近を行っちゃいましたんで、天気は平穏だけになってます。